ええ、ま前回か。前回はね、えグビッグスかな。ええ、12月24日のクリスマスマンチェスターナイテッドとの試合をしてね、え無事、ロナウドのね、決勝点で、1-0で勝って、ええ、で、27日のね、アーサル戦は、なんとか、引き分けに、持ち込んだというか、もう今やね、我々も強いチームではあるんでね、引き分けにしてしまった。勝てなかった、点決められなかった。まそういう方が正しいのかな。うん。 とりね、マンチェスターネットとアーセナに対してね、えー、負けないで、えー、前回はね、まあ、終えられた、終えられたっていうのはね、えー、まあ、ぼちぼちかなと、えー、いい方かなというふうに思います。まあ、その回もあってね、えー、現在我々、えー、ウルブスはね、えー、プレミアリーグ3位ということで、まあ、3位とはいつもね、まあ、4位、5位とね、えー、同率の勝ち点ということで、えー、まあ、決してね、まだまだ油断ができない日々が続くかなと思います。 12月31日のね、大晦日、えー、トトナムとの試合と、こ、ま、の、あ、試合勝てばね、我々が必然ね、2位もしくは1位にね、上がる可能性があるんでね、しっかり、まあ、落とせない試合かなと、逆に落としたら一気にね、えー、5位、<laughs> 5位だから6位だかまで落ちるんで、えー、大事な試合になってくるかなと思います。で、えー、それを終えるとね、1月に入って、 えー、右ご覧いただきたらわかるようにね、遺跡期間がオープンということで、えー、冬の、いわゆる冬のね、遺跡市場が、えー、開くというところなんで、えー、ここでね、えー、ちょこちょこと、まあ、5日間あるんでね、えー、1日1日無駄にすることなく交渉を進めて、えー、1月6日はね、このカップ戦、これに関してはね、まあ、新メンバーも踏まえた、えー、新しい布陣でね、戦っていければなと思います。はい。相手の意識だいぶ高いぞ。ただ俺たちもね、 ま、俺の言葉によって指揮がだいぶ上がってるから。大丈夫だ。やれるはず、俺たちなら。行くぞ。いいじゃないナイス、ないセカンドボール。セカンドボール、ナイスよ。大事に行きたいな。これカウンター切るぞ。ナイ,スナイス、ナイス。ナイス惜しいな。ナイスイーああ。やるね、ロリス。いや、でもあのミドル惜しかったの。誰、あのミドル。<laughs> 誰のミドル、今の。 割ととんでもないシュートだけど。誰ヌネスかヌネスやるねいや、ヌネスそれはやるね目覚めたわ。ちょっとふわふわしたけど、目覚めたわ。このヌネスの強烈ミドルね。<laughs> ディフェンスが、すごい、それ、それ、そった、そって避けたんだな。この痺れるシュートなぁ。 ポストかーこんな痺れるミドル見せてもらったのにな。まずぞ、ケインがいたら話違うぞ。危ない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 。あわ、すごい綺麗に飛された。やばいんじゃない危ないよ。シュート何してんのーキーパー何してんのよ。キーパーさー。今、キーパーの動きおかしかったって。なあ。映像が来ました お金もらってるもんこれお金もらってるだろうさあお金もらってるっていや優しいなみんな左からの角度そんな優しいのシュートいいんじゃない左から行くときみんな優しいんだけどシュートがなぜ優しいのあ下げてきてなナイス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  ちょっとケイン抜けてるかなーーケ,イケインなんだよなラストパスしたの左にやっぱケインはげえなーいいねいや攻めていいいいもいいんだよな今シーズントラオレさ意識低くないえっオフサイドかオフサイドじゃないだろ今の。 まあ、オフサイドか。<laughs> まあまあ、オフサイドな。うまい。うまいな、ない今。来ちゃうんか、今。いいパス来たよ。ロナウド頑張れ、ロナウド頑張れ。優しいって。優しいよ、ロナウド。なんか、印象ですけどね。いいね、ロナウド行け,い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 けい、行け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 る、行ける。い,るい,るいやー。ロリス、おじちゃんやるねー。 ちょっとロリスおじちゃんがやるわーーま,まだまだ現役だわファ,ファビオ・シルバーじゃ状況変えられないからなウェーム・ビレーフ・ホイビルクーーいい危ないよケインほらケインボールもらいにいってるもんこの姿勢見せろこの姿勢お前らも危ないよああ<ー>にしてんだよたる <laughs> んでるわディフェンスが なあ。反省しろよなあ、お前ら。おう。ゲジのファンも多いなあ。馬鹿盛り上がってるやん。鮮やかなゴールですね。まあ、そもそもここまでさ、踏み込まれるだよなあ、お前ら。まあでもこれはしゃあないんかな、ある意味。これは難しいんかな、でも。もここまで、ここまでボール持ってかれたことかそもそもよくねえもんな。

ちょプレッシャーエグいわ、これは。人多すぎんか。<laughs> ちょっと待って。人多すぎるんやけど。今まで戦ってきたスタジアムの日じゃないんだけど。人多すぎん撮ってたどういうことこれいいねー。ウェルカム。グリーズマン、ちょ背番号変えないとな。グリーズマン、よろしくね。 ちょっとまず髪型を変えようか。僕はあまりその髪型好きじゃない。あの契約書に書いたよね、一応。髪型を変えることも条件とするって。見えてたかな、グリーズマン。やっぱ坊主が一番好きやわ、グリーズマンは。来たぜ、グリーズマン。背番号被ってる説あるんだよな。いいね、いい顔だ。あ、まあ、戦士のトイレーでもワンチャンあるのか。 のペレードワン,チャンじゃないよこれなんか申し訳ねえねんつけてさ、バグらせようぜ。なんか。申し訳ねえねん誰かつけたらさ、騙せたりしないかな。まあ、オンチームのね、まあ、ウィングを引き抜くということで。えー、それなりのね、補填はわかってます。私も大人です。まあ、オンチームのね、えー、ウィングを取るということで、まあ、代わりのウィングがいないとね、そもそも試合回せないだろうと。 い、えー、いう話があると思います、うん、私も大人だからそういうところは分かってるまあせめてものではありますがうちにはウィンンがいます熾烈な争いの中でなかなか試乗機会がね与えられてない選手がいますから本選手をつけますそして私たちは、えー、本気で本気で俺は私,は私たちはクバラを評価しています私たちは4000万で評価していますよろしくお願いします 本気です。笑うわけがない。<laughs> は本気だぞ、俺たちは。俺たちは本気だ。分かってないな。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。本日は、えー、わざわざ来ていただきありがとうございます。はじめまして、えー。楽しそうな、楽しいね。楽しいというか、まあ、お互いにメリットがある時間にしましょう。 よろしくお願いします。4000万です。<laughs> え,いや,えいや、ちょっと、えいや、気持ちの整理ができてない。ちょっと、ちょっと違う違う。ちょっと、くばらでバグってるわ。多分これ。くばらでバグってる。逆にいい戦略かもね。え、じゃあ3800万いけたやん、じゃあ。うん、一旦これでいきましょう。 これでテンションぶち切れることはないと思うから。6万1000円です。よろしくお願いします。ん ?10 試合数で61万だ。なめるなよ、てめえ、おい。おい。てめえ、対岸しときよ、てめえ、おい。プレミアなめんなよ、てめえ、おい。何が主力選手出してほしいです。プラス10試合出たら、とか。 なめんなよ、てめえを。おい。このレストランが、俺たちの、俺たちが招いたこの場所に、お前らが来るに分かってるよな。生きて帰れると思うなよ。な俺たちに従わなかったらどうなるか分かってんのかな。あそこの後ろの席見てみろよ。後ろの席にいるあの黒人の連中たち。あいつらあれだからな。うちらの手下だからな。俺たちに歯向かうとどうなるか。 わかってるよな。お <laughs> 見ろ、あのおっさん。この隣に座ってるおっさんっすよ、俺たちの味方だからな。いし一見、一見普通の客のふりしてるけど。あれ、舞踏家だから。どうよ。まあまあまあ。まあ、お互い折衷案だ。俺だって気分よくねえぞ。希望通りというわけではありませんかじゃねえよ、女てめえを。 こっちだって希望どれじゃねえよ。わか、命、命救った、救、命が、命が残っただけありがたいと思うよな、お前ら。なあ。この俺たちのアジトに乗り込んできて。命残っただけありがたいと思うよ。死ぬ気で働けよ。なあ。わかってるよな。あんま舐めんなよ。あん時のウルブスじゃねえからな。なあ。わかってるよな。 罰として背番号めちゃくちゃ重くしよう。罰として。B ぐらいじゃないかな。C か B。いい補強じゃないいい補強。山口金蔵来てんだよ。D?31。くー やっぱあいつだな遺跡金のやつが、あれだったな3号いけたなじゃあ。こいつ。くっそ。3号でいけたな次回は、えー、若手とね、まあんま面白くないけど、若手を探す旅。プラス、えー、グリーズマンとね、エレマスが加わった、新生ウルースで。 ちょっとね、ボーマス・エバードあたりの、ね、中堅というか、えー、中堅のちょい下ぐらいかな。ちょっとわからないです。あんま敵を作りたくないんで、あんまこれ以上は言いませんけど、まあ、中堅ぐらいのね、まあ、チームに対してどういうサッカーができるのかっていうね、ちょっとそれを見ましょう。はい。ではところで終わろうかなと思います。お疲れ様でした。